私は中性子星へのガス膠着について研究しています。中性子星に注目した理由のまず一つに、超高高度 X 線源と呼ばれるものがあります。これは非常に X 線で明るく輝く天体現象です。でこの天体は非常に明るいということで、非常に重たい星であると考えられていました。しかしその超高高度 X 線源のもう一つの特徴として、銀河中心にはなく銀河の腕に多く存在していることが分かっています。このことから超高高度 X 線源は巨大ブラックホールではないことが分かっています。そこで理論的にはこの超高高度 X 線源は太陽と同程度の質量、もしくは大きくても太陽の1000倍から1万倍程度の質量を持つブラックホールであると考えられてきました。しかし2015年にその状況が変わります。2015年に超高高度 X 線源の一つから周期的な X 線のパルスが観測されました。このことから超高高度 X 線源のうち少なくとも一つは中性子星が起源になることが分かりました。で中性子星は太陽と同程度の質量を持つのですが、その半径は10キロほどしかありません。つまり非常に小さい天体です。この重力はブラックホールにも匹敵するほど強い重力です。この強い重力のために周りにある星からガスを剥ぎ取り、そのガスが中性子星へと落下していきます。ブラックホールや中性子星に向かってガスが膠着すると、その重力エネルギーが解放されて X 線で強く光ります。この X 線が非常に強いと落ちてくるガスに向かって光がぶつかり、ガスの膠着を妨げてしまいます。もしガスの膠着量がこの限界となる臨界膠着を超えることができる現象が起きれば、この現象を超臨界膠着と呼んでいます。この超臨界膠着現象は従来ブラックホールにおいて起きると考えられてきました。しかしなぜ中性子星に向かって超臨界膠着が可能なのかということは全く分かっていませんでした。そこで私は数値シミュレーションを駆使することで中性子星へ大量のガスが膠着することができることを発見しました。超臨界膠着は中性子星で起きていることが観測から分かってきました。では中性子星とブラックホールで何が違うのかについて考えてみると、ブラックホールはガスやエネルギーを吸い込む一方で、中性子星は地面があるのでガスやエネルギーを吸い込むことはありません。さらに中性子星は非常に強い磁場を持つことが知られています。つまりブラックホールと中性子星を比較したときに、地面があることと強い磁場を持つこと、この2つの効果が新しい効果として現れます。その2つを取り入れた計算をするのは可能ですが、まずは物理を明らかにするためには中性子星の磁場は弱く、地面だけがある場合にブラックホールと何が違うのかについてシミュレーションによって明らかにしようとしました。でその結果がこちらです。こちらの図は中心にブラックホールや中性子星があって、その周りに回っている円盤の断面を示したものです。左側のカラーは密度を表していて、赤いところほど密度が高く、青いところは密度が低いところです。一方で右側の図は光のエネルギーの量を表していて、白いところほど光のエネルギーがたくさんあるところ、黒いところは光のエネルギーが少ないところを示しています。でブラックホールの場合には地面がありませんので、ガスや光のエネルギーを吸い込んでいくのがわかるかと思います。一方で中性子星の場合には中性子星の表面にガスや光のエネルギーが溜まっているのがわかるかと思います。しかしそれにもかかわらず、ブラックホール、中性子星どちらの場合にも超臨界膠着が起きていることがわかるかと思います。では次に中性子星のもう一つの特徴として、強い磁場がある場合にガス膠着が可能であるかを調べました。こちらの図は先ほどと同様に、左側がガスの密度、右側が光のエネルギーを示したもので、真ん中に中性子星があります。またこれは円盤の断面を示したものです。先ほどと同様に中性子星から離れたところには回転する円盤があるのが見て取れます。
しかしこの円盤は中性子星までたどり着くことはできずに、強い磁場によって膠着が妨げられるのが分かります。この妨げられたガスは中性子星の磁力線に沿って中性子星の極域へと落下しているのが分かります。これはちょうど太陽風によって運ばれてきた粒子が地球の磁場によって遮られて北極や南極にオーロラを作るのと同じ気候です。これ辺ですね、この赤い光ってるところです。中性子星は非常に強い重力を持つために一般相対性理論が必要になります。さらに中性子星は非常に強い磁場を持つことも知られています。また光の運動も正しく追う必要があります。すなわち中性子星の超臨界膠着を研究するためには、一般相対性理論と光と磁場をすべて含めた流体力学方程式を解く必要があります。この行動は主にブラックホールの研究において適用されてきました。しかし中性子星への適用した例は今までありません。これは中性子星は非常に強い磁場を持つことや、ブラックホールはガスやエネルギーを吸い込むのですが、中性子星はそういったことが起きないために、その境界の取り扱いが難しくなります。私の計算ではこれらの問題をクリアすることで初めて中性子星へと適用することができました。私の研究は現在は二次元軸対称を仮定した計算になります。しかしこれがポスト経営になると、より多くの CPU を使うことができるので、3次元でより現実的な高解像度の計算ができると期待しています。超高高度 X 線源と呼ばれる天体現象はブラックホールであるか中性子星であるかというのがまだ現在でも分かっていません。これは観測ではブラックホールや中性子星は小さすぎて見ることができないためです。そこで私はシミュレーションを用いることで理論的なモデルを作り、そして観測へのフィードバックを与えることで、ブラックホールが起源であるか、そして中性子星が起源であるかを提案していきたいと思っています。